陸上女子 1500m ユニバ代表、柏崎咲が1位ドルーリー、シュアキラ明里は4位インターハイでもいい結果を北連 DC チトセ。北連ディスタンスチャレンジ2023チトセ大会が15日に行われ女子 1500m では8月のワールドユニバーシティゲームズ代表の梶原咲希、筑波大が4分15秒37で優勝した。 また、ドルーリー、主明アキラサト、津山港岡山が4分19秒46で4位に入った。ドルーリー、主明アキラサトが1500メートル4分16秒76で優勝。高一歴代4位で全国出場を決める IH 中国。朝から降り続く雨は午後になっても弱まらず、フィールド上では強い風も吹くコンディション。その中で積極的なレースを見せたのが、 高校1年のドルーリーだった。高校に入学して以降、岡山県内の大会に出場を続けていたドルーリーにとって、これが日本トップクラスの選手と初対戦。早い選手と走る機会がなかなかないことなので、すごく楽しみにしていましたと、レースを心待ちにしていたと明かす。 タイムを狙いつつ、勝ちにもこだわると、スタート直後から、ペースメーカーの後ろに一度り、400メートル65秒で通過すると、その後も上位でレースを進めた。800メートル手前で3番手にポジションを下げたが、1200メートル付近でスパート。ラスト250メートル付近で、トップの柏原を抜いて、一時は先頭に。 最後は柏谷、柏原屋、泉あゆ、豊田自動食機、安本カリン、ユニクロにかわされて、4位でフィニッシュ。それでも、悪条件の中、自己記録4分16秒76に近いタイムをマークした。レース後は、最初の入りが早くなったことで、最後の200メートルぐらいで、足がちょっと止まってしまったのが課題ですと、冷静に自身の走りを分析。 この天気の中でしっかりと悪くないタイムで走れたので良かったですと評価した。8月2日から6日に北海道札幌市で行われる全国高校総体インターハイには800メートル、1500メートルの2種目で出場資格を手にしている。インターハイでもいい結果を残せるように頑張って練習して本番を迎えたいですと決意を新たにした。